男のロマン、それは11人の九州男児、不細工な男6人と男前の5人が男のプライドをかけた熱い戦いを汗まみれで繰り広げる崇高なる女子誌である。まずは不細工6人、通称ボラ組。ボラ組リーダー爆地、爆発する血液と書いて爆地、常に己を大きく見せようとする小市民、心も体もバッタモン。ジャージ、蛇の耳と書いてジャージ、病弱なヤンキー、練習やライブもサボりがち。キューピー、鳩が飛ぶと書いてキューピー、行方不明。ウッシー、ウスバタゲロウと書いてウッシー、生命力存在感ともに限りなくゼロに近い正真正銘のダメ男。シスコ、サンフランシスコの漢字表記、不和の港と書いてシスコ。世界一好きなものは妹、そうシスターコンプレックスのシスコ。ジキル、自らを捨て流れると書いてジキル、ストレスがかかると別人格、ハイドとなって現実逃避する。続いて男前5人、人呼んでバラ組。バラ組リーダーボン、この世の創造主モンテン、ブラフマンから一文字いただいて、ナルシスティックで美少年をこよなく愛す。マジ、本気と書いてマジ。リーダーボンの右腕、曲がったことが大嫌い、筋を通してどこまでも。キャンディー、女を歓喜の渦に溺れさせる、ディープキッスでとどめを刺す甘い殺し屋、キャンディー。ドクロ、毒ガラスと書いてドクロ、いたずらな刃で母性本能をくすぐって骨の髄まで惚れさせる、色恋沙汰も計算づくのクールガイ。サイバー、砕く棒と書いてサイバー、サイボーグのような冷血感、歩道に咲く可憐な花もその大きな足で無慈悲に踏み潰す。以上、11人の九州男児が限界灘の荒波で磨き上げた男気を今日も見せます、咲かせます。しっかりその群れで受け止めてやってください。男のロマンで歌うは男同士。まずい味、平凡な壁人生卒業して。
がいっちゃえ。ちょっと緊張してさ、はい、おしっこしようかななんて思ってたら、あ、おしっこすか、はい、大きい方でさ、これがまたすんごいの、何塗っても、はい、こうミサイルみたいにお尻の穴から、うん、こうミサイルみたいにギュー、あ、もういいっすよ、のっけから汚い話はもう勘弁してくださいよ。皆さんこんにちは、元気ですか、男のロマンです。はい、ありがとうございます、ありがとうございます。どうも、今日は僕たち男のロマンがここサンパレス夏祭りでライブをやらせていただきたいと思います。最後まで楽しんでてくださいね。よろしくお願いします。ありがとうございます。あ、よろしくよろしく。どうもどうも、男のロマン、ボラ組リーダーのバクシです。あ、バクシ、ありがとう。爆発する、血液と書いてバクチ。おい、よかったらバクチャーって呼んでくださいね。かわいい、呼んでください。僕が自分でもびっくりするぐらい妹が大好きな夏バテ知らず恥知らずのシスコです。どうもよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、桑の港って書いてシスコって言うんですけど、これはサンフランシスコの漢字表記で、あ、でも別にサンフランシスコが好きだからってわけじゃなくて、僕さっきも言いましたけど本当に妹が大好きなんですよ。俺がヘビに耳って書いてジャージって言います。よろしく。僕たち男のロマンは最初のメンバー紹介でもあったようにブサイクな男6人、まあここはちょっと納得いかないんだけど、ブサイクなボラ組と男前の5人バラ組が熱いバトルを繰り広げるというね、今までにない新しいエンターテインメントをここ九州福岡から提案していこうかなって思ってるんですけど。なんだよ、どうしたの、お、何見てんだよ。じゃあお前ヤンキー舐めてんのこの野郎。ちょやめてよ。もうやめなよ、毎回大丈夫、毎回毎回お客さんに失礼じゃないか、もうやめなってば。本当だよジャージー、てめえお客さんに向かってやんのがねえよ、やんのが。そうだよ。え、一体どうしたの。だってあいつがよ。やめなさい。だからあいつがさっきから。誰、やめて。あの人がさっきからあのたこ焼きダーレみたいな目でリーダーのこと見てるから。ちぎっちゃったね。貴様がたこ焼きから出てこった。ちょ、やめてって、やめてよ、もうリーダー、俺のキャラ横取りしないでくださいよ。そうだよ。あ、いや、バクちゃんとしたことが、つい取り乱してしまって、申し訳ない。俺、なんか可愛いね。可愛い。可愛くねえって。本当、すいません。まあね。改めまして、男のロマン、ボラ組所属のボーカルユニット、はい、BJQ、リーダーのバクチです。そうですね、バクちゃんです。はい。じゃあね、ありがとうございます。はい、それでは早速歌を聴いてください。そうですね、はいはいはい、はい、この歌は、はい、
ね、そこにおる男なら誰にでもあるね、夏の思い出ありますよね、たくさんあります。僕も女友達と、うん、女友達の水着姿を見た時の、うん、あ下心熱い心の揺れをね、素直に歌ってます。はい、そうです、はい、じゃあそれでは早速聴いてください。 BJQ で渚のポンポドール。よかったらご召し上がりください。お願いします。そうですね、じゃあ早速次、はい、アップダウン作戦でいっちゃいますか。いっちゃう、いっちゃいましょうよ。もう次の曲いっちゃうの。はい、てなことで次の曲の紹介どうぞリーダー。はい、はい、続いて次の曲です。続いて次の曲は昔付き合ってた、あ、付き合ってたっていうか、うん、とても好きだった女の子との、そうですね、素敵な片思いっていうのかな。はい、そしたら聴いてください。 BGQ 続きのナンバー泣かすかな。僕の
するけど、どうすればそのご機嫌がまっすぐになるのかな。気を持たせるだけ持たされて、振り回される自分が意地らしくなる。行っちゃいますかこのまま。行こうか。いやだって行ったか。だってこんだけ盛り上がってるんですよ。うん、行っちゃってもいいんじゃないですか。マイクマイクマイク。みんな来ました。来ました。来ました。はい。相変わらず楽しい人たちですね。ふんでるふんでる。お客さんも随分ふんでるふんでる。しっかりね涼しくなっちゃったじゃないですか。リーダーリーダー。なんすかこれ毎回毎回ね。なんだなんだ。うるせえぞ。誰だお前。ドクロドキャディ。そんなバカなリーダー、こいつらがドクロ&キャンディーだ。いや、わざとらしすぎますよ。毎度新鮮に驚けて羨ましいですね。ほら、いつまでいいんだよ。
歌い終わったらさっさとハゲてくれよ。バラ組一のモテ男のキャンディーちゃんよ。なんだよ、お前なんかに言われなくてもな、ね、俺様はしっかり、はい、ハゲてんだよ。はまたいいよ。また言ってるよ。これ受けてんじゃねえかな、ちゃんとね。見てください、もういいから。大爆笑ですよ、ほんとだ。やばいっすね。すげえすげえ。もういいから、ほらさっさとハゲてハゲてハゲて、うん、ハゲて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 だった、ハゲて。嫌味だよ、この人たち。いやいや、まあ、しょうがない。どまい、どまい、ハゲてるしね。やだ、イケメンやだ。はい、それでは改めまして、男のロマンバラ組所属のドクロ&キャンディーでーす、はい、よろしくお願いします。ありがとう。最近ドクロ&キャンディー人気の下落が止まらなくて、夜もろくに眠れないほど悩んでます。キャンディーでーす。キャンディーかっこいい。その相棒キャンディーの影響でこう見えても結構悩んでます。ドクロでーす。ありがとうございます。でーっとで音間違えました毎回。はい、今日は暑い夏にぴったりの桃地山を舞台にしたラブソングの3部作のうち2曲を歌わせていただきます。あ、3部作曲中の2曲。3部作直曲中の2曲で。そうです。あ、2曲、はい、残念だな、全部見せなかったんだけどね。はい、行きましょうよ。はい、じゃあ、はい、それぞれの桃ちゃまなんですけど、行ったことある人もない人も、それぞれの桃ちゃまを思い浮かべながら聴いてください。そうですね。ドクロ&キャンディーで愛の水平線、そして続けて愛の照明。少しずつでいいから。
で二人で登ったタワーから眺める宝石のような夜景とか携帯のカメラで記念写真を写したり閉館時間までいたんだろう高所恐怖症なんていつか忘れて少しでも長くいたいと思ってた階段に高らっている心臓はただ君に君だけに僕の精一杯の愛を証明した今夜なりふたご座流星群が曇ってた君はどんな願い事を用意しているんだろう叶うといいよなきっとな風にちぎれる雲が僕ら散らして流れる星の行方を隠しても相変わらずスウィートなドクちゃんキャンちゃんコクロちゃん真っ赤な顔ドクちゃんキャンちゃんってお笑いコンビ名みたいでああそういいですねいいんだそこはいいないいかなよくねっていうかさまたうまいこと言ったんじゃないのこれいやいやリダリダ今日はあんまり持ち時間がないからそういう系のギャグ飛ばしてさっさと次行きましょうああそうなの、はい、っていうかそういう系って何よ時計ねえぞいつもの苦笑いっていうかねえああというわけでバラ組のリーダーボンそしてマジとサイバーはい拍手せっかくですから、一言もらっときましょうはいありがとうあアニメかなこれ、うん、1人いや2人かなアニメがいるね2人アニメがいるなどうも曲がったことが大嫌い筋を通してどこまでも好きな言葉は一本槍本気と書いてマジよろしくなんだよ一本槍そうだそうだなんだお前いただいたおそしてこいつが砕く棒と書いてサイバーどうぞよろしくサイバーおい変なのなんか喋らなそうだバカおいなんか分かれた福岡サンパルス夏祭りいいですね真夏の空の下美味しそうにかき氷を頬張る美少年という実にエクセレント皆さんこんにちは
私がバラ組のリーダーを務めるボンです。いつも単なるキャラ設定と誤解されて悲しいんですが、私私生活でもそう本当に美少年が大好きです。どうぞリーダーよろしくお願いします。あら、リーダーリーダーやばいっすよ。予想外でした。あ、返された返された。ありがとうございます。大丈夫です。大丈夫です。危ない危ないっすよ。なんかオラグミさんも自分狙われたみたいにしてるけど、オラグミさんは大丈夫ですよ。うちのリーダーボンはかなりの美少年でないと受け付けませんから。だよね。失礼なこと言うな。リーダー。もう入れ箱みたいになってる。リーダー、ここは食いつかずにもうさっさと次行きましょう。うちらもメンバーも紹介しておかないと。ああ、そうだったな。ね。よし、じゃあジギル。いつものきついの。ビシッと言っちゃってちょうだい。なんだそのあり方は。やばいなのは、うん、では改めまして、自らをして流れると書いてジキルと申します。いや気持ち悪いね。みんなドン引きじゃねえかよ。ありがとう。夢はわしは夢があるんじゃ。そうわしの夢は男のロマンが大成功してジキルグッズ発売、大人気で品切れ続出、加熱するジキル人気、もう止まらない止まれない、誰かお願い誰か止めて、お願い誰か、あこうだこれ止めない止めろよジキル、いけない。もうどこまで妄想膨らましてんだよ。あって感じました。大体ジキルグッズって何？はよく聞いてくれました。これくらいの缶に入ったジキルの我慢汁という飲み物、気持ち悪いな。甘酒とカルピスの原液を足して2倍に濃く煮詰めたような濃厚で甘酸っぱいスウィーティーな喉越しの、ああもういいよ。なんか酸っぱいゲップが出てきそうだよ。なんで酸っぱいゲップって。で出たら皆さん買ってくださいね。よっしゃ、そろそろここら辺で締め。僕まだ一言も喋ってないんですけど。いたいた、まただよ。うっしー、またお前か。どんだけ存在感が薄いんだよ。お前らにグズグズしてるやつ見るとイライラすんだよな。ちょ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 待って、乱闘はなしよ乱闘は。ちょっと待ておい、しょうがねえだろ。牛はな毎回そういう設定なんだよ。いいですね、覚えなきゃいけないセリフが少なくすんで。そんな言っちゃっていいの？公約の前台本台本台本言っちゃって。あ、じゃあ牛さん、はい、まあ僕が言うのもなんなんですけど、その数少ないセリフを心を込めて言っちゃってくださいよ。おチャンスじゃん。あっちゃやっちゃったな。お言葉に甘えて、ウスバカゲロウと書いて、はいはい、牛です、はい、設定上も私生活でも歴とした童貞です。結婚するまで守り通すつもりです。めちゃくちゃ響いた今。こう見えても福山雅治のモノマネが得意です。じゃあやってやってよ、やってやってよく。あ、じゃあお言葉に甘えて、あんちゃん小雪はあんちゃんのことが好きなんだ。なんでこれ、ま、満足したか。よし、じゃあ最後に一発、俺ら男のロマン一押しのこの曲をフルバージョンでいっとくか。いっとくか、いっとく。よーし、お前らとっとと一緒につきあがれ。よし。行くぜ。
行くときゃいいじゃね。男のロマンでした。どうも。はい、俺たち今たって今ショーをやらせていただいたんですけども、俺たち、ね、この夏最後のイベントってことで、来月は中旬からタイの方へ遠征に行かせていただきます。はい、ありがとうございます。ですね、それから、ちょうど今日から1ヶ月後の9月25日に、役員の方にあるビートステーションというライブハウスで6時半からライブやらさせていただくんで、タイで一回りでかくなった僕たちを見に来てください。よろしくお願いします。ですね、今からチラシ配ったり、あそこのブースで物販の方もやるんで、ぜひ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 声かけるだけでもいいんでね、遊びに来てください。よろしくお願いします。それでは最後に俺たちから全員から感謝の気持ちを述べたいと思います。気をつけ、ありがとうございました。ありがとうございました。男のロマンの皆さんでした。今後の活動をぜひ楽しみにしていたいと思います。さあ、もう皆さん楽しかったですね。バラ組、ボラ組、